次はどうするかと。ああ、でもね、やっぱ中ちゃんがスマブラやってんの見て、うん、まあ、僕セコンドでずっといるんだけどさ、うん、僕すごいやりたくて仕方ないのよ正直。おお、はいはいはい。中ちゃんが挑戦している横で、まあもどかしいところもあるだろうしな、俺のプレイ。僕も来週一旦ちょっとスマブラ対決行こうかなと、うん、え、なんだ、何やんのよ。あのね、ニコニコ老人会ラストで、うん、ちょっとこいつと因縁ができたんであったねちょっと呼び出して、来週水曜日、みのるさんもやるんだ、スマブラ。スマブラ普通に多分中ちゃんレベルにうまいと思う。あ、ビップ行ってる。うん、やるね。じゃあね、軍師みのる VS、うん、幕末坂本。うわ、めっちゃ見たいそれ。出先、うん、行こうかなと水曜日に。え、まずスマブラのバトルよね。あの口バトルから始まるとかないよね。両方あるかなとマジで楽しすぎるだろこれ面白いだと思いますんで、うん、見たいね。水曜日おそらく9時、水曜、はい、スタートかと。うわ、場所はここ YouTube で。 YouTube、 はい、もちろんやりたいと思ってますんで、みのるさん側は多分 Twitch かな、いつも放送してるから、はいはい、うん、もう同時に表示だな。もう練習どうしようかなと思ってるんだけど、いつもカツラと練習してるんだが、カツラ今回不調だし、うん、まあそうだな。あれ、ミノルさんは誰使うのよちなみに。ね、リンク、リンク、リンクとクッパと、あ、クッパなら、はい、多分リュカを使う。あ、でもね、何でも使えるんだよあの人確かね。何でも使うよね。うーん、結構 VIP レベルなのよ。それVIPなんだ。ただもうメインはリンクかな、うん。ま、俺らの界隈でリンク使えていないよね。いない。やりにくそうだな。そう、単純に多分テリーリンクやりづらい。うん、どうするかと。だってパワーウェーブ1個打ってる間に3つ飛んでくるからね、うん、そう、飛び用具。クラウドでいくか。あー、早いからか。クラウドはいけると思う。うん、剣の間合いも勝てるし。そう、うん、そうか、リンクより長いか。長い。クラウド出した方がいいかもね。うーん、ネスは、ネスはね、リュカ来たら出すわ。あ、そう、そうな、うん、マザー対決いくわ。うん、まあ理想はでもテリーで全員ボコボコにできればいいところか。ボーボーできるっしょまあ言って坂本テリーはなどうせなんか最初ごちゃごちゃ言って、まあ、途中からやめろよしか言ってこない。だ、絶対勝つ、絶対勝つ。もう、もう、応援するよ。水曜日、あっという間に 10-0 で勝って終わる。30分で終わる。コラボって何よってなるんだろう。あとずっとトークしてる。ああ、それもいいね。あと喋ってる。うん。そうするわ。え、もしあれだったら、ミノルさんとチーム戦のオンラインとか行っても面白そうじゃない、うん、あー。そんなのでも楽しそうだよな。でもあれ、雑魚だからな。わからないでしょよ。まだやってないんだけど。弱いからな、彼。どうでしょうかね、どうでしょうね。まあいろいろ楽しそうな、ね、イベントで、うん、水曜日にやりますんで、うん、やめろよ、いいな絶対言ってくるわ、5回は言う月の光の雫が